とエイジは、日本の競争は2002年の中山大障害を勝利したクリンゲの、大馬である。4歳となった2000年夏に、平地でデビューするも、ブービー負け。平地を発戦して、勝利を上げられず、翌2001年には、障害入りする。初戦は9着に敗れるものの徐々に着順を上げ、障害6戦目にしてようやく初勝利を上げる。すると、昇級初戦で、 いきなり重症東京オータムジャンプに挑戦するが、早々に落馬競争中止。その後1年間はパッとしない成績を続ける。転機となったのは、久々の関東遠征となった翌2002年の東京オータムジャンプ。東京競馬場、馬場改修工事のため中山開催となった、このレースで12番人気ながら1着と1番審査の4着に、構想。中山への適性を見せた。 自走の同じく中山競馬場で行われた中央ジャンプステークスからは主戦機種今村康成からオーストラリアの女性機種ロシェルロケットに乗り換わり3着。そして中山大障害の前哨戦イルミネーションジャンプステークスで後続に七場審査を付け勝利した2002年暮れの中山大障害。長い間王者として君臨した豪快が引退し混戦ムードの中、 ギルデットエイジは一番人気に押される。豪雨の中茂馬場での出走となったが、1、2番手から直線は後続を突き放し大差で圧勝した。安状のロケットは女性騎士としては JRA 初の重賞勝利となった。翌2003年初戦のペガサスジャンプステークスでは、道中戦闘で後続を完風。 中山グランドジャンプでは前年このレースで豪快を破ったセントスティーブンを差し置き一番人気となる。しかしレースでは最後の直線そのセントスティーブンをかわしてゴール目前内からビッグテーストに刺されて2着に終わった。その後は故障などもあって力を発揮することができず2005年の中山大障害後屈敬園により現役を引退した。 以下の内容は netkeiba.com に基づく。現在はバジ公園で競技場として生活している。2010年8月28日から10月2日まで NHK で放送されたドラマチャンスにてチャンスー」の役で出演した。ありがとうございます。